ということで、今日は、こちらのホンダ ADV150 の、裏レビューをやっていきたいなと、はい、いうふうに、思いますけれども、まずね、一言目、はい、まあ、結構これ今日はね、いろいろ言うところがあると思います。で、オーナーさんね、本当にごめんなさい。気になったところっていうのはたくさん、出てきたので、言っちゃうこともあるかもしれませんけれども、まあ、ただその反面ね、まあ、これ欲しいです、空波。正直ね、空波のラインナップの中で、グロムのところっていうのは、ほぼほぼ使い勝手としては通勤と、それから、買い物なんですよね、うん。で、それを考えるとね、まあ、グロムよりも正直これだなと、いう印象が非常に、強いですね。はい。まあ、それはちょっと言っておきたいなと思うんですけれども、はい。まあ、ただね、やっぱり、そうですね。まあ、こう、普段、マニュアルのこうオートバイに乗ってる人間から、見るからこそ、いろいろこう思ってしまうのかもしれないですけれども、まあ、やっぱりね、一番、空波的にネックなのは、まあ、乗り心地かな。まあ、そこが一番、まあ、ネックになると思うんですけれどもね。はい。ということで、まあ、気になるところをね、裏レビューで、やっていきたいなと思います。今日はね、こちらのホンダの ADV150、はい、こちらの、まあ、ネガに感じた部分っていうところをね、やっていきたいなと思うんだけれども、まあね、いつも言うことではあるんだけれども、まず失格レベル空波的にね、失格レベルその1、メーター、あー、これ全く見えませんいつもながら全く見えません。で、まあそうですね、まあ、黒字に白、まあ、相変わらずの黒字に白なんですけれども、まあ、スピードぐらいはなんとか見えるんだけれども、あといろいろね、表示してくれてる部分に関しては、まあ、ほぼほぼ見えないかなと、思っていいかなというふうに思います。まあ、とにかく見にくいよ。で、バイザーのようなものをつけてわざわざね、くれているんだけども、そのバイザーつけるぐらいだったらもうちょっと見やすい液晶にしてくれで、まあ、こういったような、ね、バイクだから、まあ、アナログメーターつけろとは言わないけども、まあ、デジタルでいいよ、デジタルでいいんだけど、もうちょっと見やすい視認性のいいメーターにこれはしてもらわないと、まあ、本当にね、毎回毎回これ同じようなこと言ってるけどね、まあ、これだけバイク人口がね、シルバー化してるわけだから、そこはやっぱりね、ちょっとメーカーさんもうちょっと考えてほしいなと思いますよね。それはまあ、若い方がね、開発者の方は若いんでしょうから、若い方見えるでしょうね。これのどこが見えねえんだよ、クソジジイって多分思ってると思うんだけど、実際自分の父親にそれ見せてみ、そのメーターを自分が作ったやつで、これで外でね、屋外でこれで見えるって聞いてみたらいいよ、多分見えねえって言うと思うよ。まあ俺はそう思うよね。で、本当にそうですね、この辺のメーターっていうのはやっぱり必要な情報が、表示してあるパネルですよね。で、そこをやっぱり速度だけじゃ見えりゃいいよっていうものでもないと思うんだよね。で、やっぱりそこを気になって目を凝らして見る、まあ、つまり前方の不注意のね、時間帯が、まあ、増えてしまうっていうこともあるんだよね。で、そういうことも考えられるから、やっぱりメーターはもうちょっと見やすいものにしてほしいなっていうのがまず一つです。で、それからね、シートがな、やっぱり、シートは、そうですね、ちょっとやっぱりね、硬すぎる。で、これ全体的にね、まあなんていうのかな、まあ表のレビューの方でも言ったんだけども、本当にね、サスが硬くて車体が暴れる。まあそれがアドベンチャーか林道とかそういうところに入れるからアドベンチャー ADV150 なんじゃなくて、一般道のちょっと荒れた道でもこうほら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 、わかるこれ今あえてね、まあ、まあ要するにね、表のレビューでは僕は車体をね押さえて走ってました。揺れるのを押さえて走ってたから、それほど、まあでもそれでも揺れたと思うよ。それでもね、若干腰を浮かせたりしてカメラを揺らさないような形で、撮影をしていたので、まあ、気を使っていたのでね、まあそれでも揺れはちょっと少なくはできているかなと思うんだけども、まあそんなもの普通にね座って撮ってたら、ね、とてもじゃないけどこの暴れ方はないですよ。ね、サスがね、硬すぎる正直
で、まあ、どのくらい硬いかっていうと、そうだな、まあ、あの博多ラーメンみたいな、あの話で言う豚骨ラーメンみたいな話で言うとさフロントが、肩フロントが肩、フロントはねストロークは結構あるような感じがあって、130ミリだったかな、結構ね、まあ、沈む余地あるんだけどやっぱ硬い。でそれに比して後輪に関してはもう針金バリ方通り越して針金だよこれしかもこれだけ硬くて、まあ、見た目はね、昭和のまあリザーバータンクとかついててかっこよくて、何気にこうちょっと高性能サスのような匂いをね匂わせているんだけども実質は針金もう暴れてしょうがねえよねこれで、まあ、まあそれでもね、まあ、プリロード調整、等がせめてついているっていうんだったら、まあそれはそれでいいよ、うん、いいんだけど、そういうのないよねこれ見た感じでこのまま、乗れってことでしょ。でまあある程度ね、走ってきてこう、うん、まあなんていうのかな、柔らかくなってくるということなのかもしれないけれども、まあ少なくともソラナミはね、レンタル車両で1回きりの勝負なんで、感じたことをそのまま言うしかないんだけども、このリアサスはありえない正直俺があのこの車両を買って、そうだなやっぱり、まあ複数台持ちの場合はね、我慢できるかなと思うんだけど、1台持ちのだった場合はね、まあお金払ってでもこれは多分リアサスは交換するレベル、はい、それぐらいちょっと良くない跳ねすぎの暴れすぎで、まあちょっとね、非舗装路とかにも入っていったんだけど本当に跳ねるからね。で、まあ、ただ跳ねた後の復元性みたいなのはあるんだけども、うん、まあそれにしてもやっぱりちょっとね、一般道でこそアドベンチャーです林道に入らなくてもアドベンチャー、あのオフロード走行が、感覚として味わえるようなバイクあ、だそれでアドベンチャーなのかなこれはい、そのぐらい、よく跳ねますね。うん、でまあそうだな、やっぱりね、これに関してはね、毎回毎回ね外国の、まあ、並行輸入車をレビューするたびに、僕が、リアサス硬いよ硬いよって言うとね、それはまあ、東南アジアで売ってるものです。まあ、この、まあ、ADV150 もインドネシアだったかな、はい、東南アジアタイとかでね作ってたりとか、まあ、そういったようなバイクなんで、まあ、基本2人乗りがね、デフォルトですから、それは言ってもしょうがないですよっていう風にコメントを書く人がいるんだけども、まあ、それに関してはね僕正直バカ言ってんじゃねえよっていうねコメントではそう返さないけど僕はそう思うよ。だってここは日本でしょ。で、並行輸入をそれでも買ったっていうんだったらまだわかる、そのままね、海外で売ってるの日本で正規販売してないものを、輸入業者から買ったっていうんだったらそれはわかるよ。それ言うの分かるけども、じゃなくて、日本の例えばスズキだったり日本のホンダだったりが日本国内で日本人向けに売ってるバイクだっつうのそれに対してねリアサスが硬すぎるとかって言った時に、それは東南アジアで、作って開発したバイクで、二人乗りがデフォルトだからしょうがねえんだよっていうのはそれは通らねえだろうっていう話だよ乗るのも日本人だし使う場所も日本だよ。まあそこは、まあね、そこで売るんであれば、日本仕様にそこはしてくれよと多少はっていうような俺は話だと思う、うん、で、そこをそのままいやコストがかかるからそのままで行くんだっていうのはそれはメーカー判断でしょ。でそれに対して、まあこういったねレビューとかでこんなのリアサス硬すぎるじゃんっていうのがおかしいっていうのは僕はそれ成り立たねえと思うよ毎回言うけど本当にそれぐらい硬いからね。で、まあそうだな、まあ、正直、そのためはPCX125でね、林道をよく走ってました、うん、まあ、トリッカーの前だけどもね、まあ、もちろんね、拳台以上のね、石ころがゴロゴロ転がってるようなところだとね、この ADV150 だとね、まあ、下も擦っちまうでしょう、当然空波の PCX125 を乗ってた時には、そういったような場所には、走ってなかった、うん、まあフラット林道とかね、まあ、せいぜいそういうようなところだったけれども、やっぱりそういうところでもちょっと正直走るのは怖いかなと思うよこれだ、これこの場合、うん、こんだけ暴れるんだと、確かにね暴れた後の復元性っていうのは、まあ、乗りやすさ的にはね、ある気がするので、まあ、立て直せるのかなとは思うんだけれども、それ以前に跳ねすぎ暴れすぎ
はい、そこはなんとかしたいところだよね。で、まあ、確かにね、これ、まあ、証拠、まあ、証券のタイヤを履いてて、こうやって今、俺、こう、喋ってるけどさ、だいぶ声が震えてると思うんだよね。普通のこの一般道でも。まあ、それぐらい、こう、振動っていうのが、すごいんだよね。うん、で、証券タイヤに、加えて、その硬い刺す。うん、で、しかもこれ、シートが硬いと来てるから、肩なんだ。まあ、間に入ってる、フレームは、若干、こう、柔軟性があって、まあ、そこでほんの少しね、しなやかさを加えてくれてるのかもしれないけども、そんなものはね、焼け石に水レベルの話であって、ただただひたすらね、乗り味は面白い。このバイクに関しては乗り味は面白いけども、決して乗り心地は良くないっていうか、だいぶ悪いレベルというかもうまた怒られるよだいぶ悪いです、正直。まあ、ただね、救いもありまして、救いの部分は、空波みたいに、まあ、腰に爆弾を抱えている人ですね、そういったような人はやっぱりビッグスクとかね、こうスクーター乗りにくいですよね。でもこの ADV150 に関しては、若干、こうハンドルが手前、お腹の方にこう近いっていうのもあって、座った時にね、こう若干前傾姿勢が取れてる感じなんですね。ですので、空波はこれ乗ってて腰が痛いと思ったことはないので、まあ、そういった面では乗りやすいと思いますね。で、若干前傾するということによって、そうですね、まあ、普通の他のスクーター、今まで空波が乗ってきたようなスクーターに比べると、若干ですけれども前輪の荷重というか接地感が増しているような気がします。まあ、これおそらく乗ってる位置と、そう姿勢なのかな。んで、ですので、こうカーブとかね、コーナーとか曲がるときには、非常に、こう普通のバイクのような感覚で PCX よりもさらに、曲がってて面白いかなと、まあ、コーナリングが楽しいかなと、いう部分はあるんですよ。いう部分はあるんですけれどもまあこれ言うてもスクーターですからね、仕方がないとは思うんだけれども、特に、まあ、右側にね、こうカーブしていくコーナーですね、まあ、こういったコーナーですね、こういったところで倒すと、まあ、反対側はそうでもないんだけれども、こちら側は、センタースタンドにすぐ設置しますね倒せねえじゃねえかよっていう、そういうジレンマも、まあ、同時に出てきます。はい、まあ、ただセンタースタンドはね、便利だから外したくはないけどね、まあ、どうだろうね、俺この車両買ったら、外せるもんだったら外しちゃうかもしれないですね。外した方が面白いかもしれないなというふうに、正直、思います。で、それからやっぱり、ダメダメなのはね、まあ、ウィンドスクリーン、これ何の役にも立ってないよ、これまあ、ほとんどね、飾り、はい、水着で言うとさ、こう肌を露出したくないわっていう人がさ、ビキニつけてるようなもんだよ肝心なところ以外全部出てるじゃねえかよみたいな。ただその肝心なところっていうのも、これだともうほとんど後ろのね、ハンドル以降のこの部分と被ってるので、溝落ちのこのおへそのあたりに風が当たらないかなっていうぐらいなんですよ。まあ、それぐらい、低くて、位置がね、低くて、しかも効果も低い、ウィンドスクリーンです。まあ、これはちょっとね、いただけねえと思いますね。特に、この ADV150 高速乗ってもね、非常にこう、まあ、なんていうかな、パワー不足もそんなに感じないし、航続距離も十分ですからね。まあ、こういったクラスの、まあ、スクーター1台買って、それを1台持ちでね、いろんなところにツーリングに行きたいという人にも、まあ、使ってもらえるような車両だとは思うんですよ。まあ、だからこそ、まあ、せめてね、胸のあたりぐらいまでは、高さのあるようなウィンドスクリーンはやっぱりこれね、つけてほしかったね。で、もしかで、まあ、若干もっと低くてもいいんだけど、もうちょっと効果的なウィンドシールドをつけてほしいなと、いうふうに思いました。まあ、ここまでに来るまでね、その名前はレンタルショップに来るまで、今日はね、GSR で、来たんですけれども、S ですね、で来たんですけれども、それに比べるともうね、雲泥の差ですね、風の当たり方は。まあ、それは非常によく如実に感じました。それからね、これは表でも言ったんだけど、やっぱりシートがね、すごく硬いというのと、だいぶこう、まあ、横をこう、まあ、こそいでるというかね、で、しかも先端もちょっと細く作ってあるっていうような形で、これね、どちらかというとやっぱり、こう楽しいのは、こう前に座った方が、まあ、コーナーリングとかね、そういったところは比較的やっぱりこう、まあ、前輪の接地感も増えて、こうグリッとこう曲がれる感じがあって、楽しいなと、いう感じなんですけれども、前に行けば行くほど痛い
で後ろに座ろうとすれば後ろに座ろうとするほど、まあ、楽にはなるんだけども、やっぱりこのシートもフラットシートではないので、段差がついてる分、まあ、それほどね、後ろには行けないようになってます。でそう考えるとやっぱりこのシートはね、この、まあ、ADV150 で、やっぱり、まあ、100キロとか200キロぐらい、まあ、高速を使ってね100キロ200キロぐらいのツーリングっていうんだったら、まあ全然大丈夫だとは思うんだけれども、やっぱりそれ以上長いロングを考えるんであればちょっとねこれは尻がやばいシートかなというふうに思います。まあその分ね、足つきなんかは横をこそいでもらってる部分ね、良くなっていますので、いいとは思うんですけれども、まあその辺をね、もうちょっとこう改善されたモデルっていうのが、もしかしたらね、これ PCX160 が出てますから、PCX160 のエンジンを使ったね、まあ、ADV160 これ出てくるんじゃないかなというふうには、感じてるんですけども、そういったようなバイクが出てきた際にはね、ぜひそのシート、それからサス、そこのあたりを改善してほしいですね。まあそこが改善されたら、まあソラナミ本当に、まあ、本気に、まあちょっと、グロムの後継として、この車種を入れたいなというくらいに、まあ楽ちんな、バイクだなと思いました。まあ、レンタルで借りたバイクで、レビューを撮るときっていうのは、撮影機材を背負って、まあ、レビューを撮るんですよね。で撮影するときに、こうそういったようなものをねシート下に入れておけるっていうのは本当にいいなというふうに思いましたね。本当に楽ちんでした。